4分間に全てをかけます。博多区でございます。おっじゃんましんます。今回は福岡市博多区美濃島にやってまいりました。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとダブルロックでございます。靴を揃えて目の前にシューズボックスですね。ブレーカー上げても電気がつきませんでした。ご了承ください。すいません、ちょっと暗いかもしれませんが、シューズボックスしっかりございます。2009年に完成した14階建てのオートロックエレベーター宅配ボックス完備のオール電化のマンションでございます。お手洗いですね。温水洗浄便座の設置はございませんでした。コンセントございますので、ウォシュレットつけたい方はぜひ設置をしてみてください。換気扇と上部に棚がございます。 JR 鹿児島本線博多駅まで徒歩15分となっております。博多駅まで15分、チャリ圏内ですね。パウダールームですね。可愛らしい洗面台です。好きです、こういう洗面台ね。やっぱおしゃれでいいっすよね、こういう感じのですね。鏡がこんな感じになってまして、これ後ろが開くのかな、開きました。鏡の後ろに収納できるタイプですね。すぐ横に可動式の棚もございます。下部収納もありますね。下部収納もございます。24時間換気になってますので、浴室乾燥機の設置はございません。バスルームですね、単身用のバスルームといった感じでございますが、高級感のあるパネルが採用されてまして、これがこのパネルがあるだけでも全然違いますよね、なんかね。追い焚き機能はありませんでした。今回ペット化です。犬様のみ OK となっております。犬様のみの分譲賃貸ワンルームでございます。あれ、洗濯機、あ、ここだった。洗濯機置き場はこちらでした。洗濯機置き場はどこかなと思ってましたらここでした。上部に棚がございます。よいしょ。今回オール電化のワンルームということで、キッチンは2口の IH のコンロでございます。調理スペースがございまして、シンクですね。上部に換気扇と上部収納、下部収納もございます。給湯のリモコンこちらですね。あ、冷蔵庫もこっち側にちゃんと置けるようになってますね。この上にコンセントございますので、キッチンの後方部分にしっかりと確保されております。ワンルームということで、キッチンがお部屋の中にあるタイプでございます。8畳ぐらいはありますね。でもね、10畳ぐらいのワンルームで、実際に使用する洋室のスペースとしては8畳正方形といった感じで、非常に広くて使いやすそうな感じがしますね。デザインクロスが一面採用されております。テレビモニター本が設置されておりまして、おお、なんか色がちょっといいね。はい、何色って言うとちょっと難しい色やな。あずきにちょっと白足したみたいな。すいません、ちょっと表現が難しいですね。ウォークインクローゼットでございます。照明もつくようになってますね。すぐ近くにミスターマックスさんプラス、ミスターマックスプラスだったかな、がありますね。美濃島の交差点のすぐ近くでございます。あ、見える、ミスターマックスセレクトさんですね。ミスターマックスセレクトさん、その手前にローソンさんもありますので、コンビニもすぐ横にあります。バルコニーですね。バルコニーの向きは南向きでございます。午前10時でございます。しっかり日が当たっておりますね。洗濯物も干せます。さあ、博多駅徒歩圏内のワンちゃんと生活できるワンルーム、気になるお家賃は6万6000円、管理費3000円でございます。この物件が気になる方はマハロハウスまでお待ちしております。